はい、YouTube ご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、また、はじめまして、相談員方もよろしくお願いいたします。はい、今はね、ちょっと和歌山県の、僕今ちょっと三段壁というね、ところのスポットにね、今からちょっと行こうと思ってます。向こうにありがとう。看板。向こうから出たらさ、こっちに出てくれるから。この海に出るんだ。この身投げスポットだったり、その今のその観光として知られるようになったのにも、ちょっときっかけがあるんですよね。これは、ある1950年で起きた出来事が始まりなんですよ。まあ、どんな出来事かというと、ここには、口紅岩というものがありまして、この岩は何なのかというと、1950年6月10日に、この三段壁から身を投げた、男女がいたんですね。で、なんで身を投げたかというと、その結婚が許されない環境下にあって、まあ、結ばれることがね、できなかったとされてます。で、その悔しさから身を投げたって言われてるんですよね。昼間はね、こうしてここ恋人の聖地としてね、今は不倫してるみたいですね。40箇所も設定されてるのもびっくりしました。時間が17時までって決まってみたいなんですよね。で、それ過ぎるとこのチェーンが切られちゃうみたいで、やっぱこれもね、帽子の対策の一つなんでしょうね。そういうのがなければ、東尋坊みたいにずっと解放されてたと思うんですけど、ちょっとこのままね、進んでいきましょうか。こっからもう出てますからね、柵を越えないでください。おそらく絶対にあれですよね、こういう悪い意味で有名じゃなければ、ここも多分普通に参加観光できたと思うんですよね。いやー、非常に太陽がね、こう海に照らされて、すごく癒しスポットになってますね、昼間は。ここにも書いてあるんですけど、50メートルの高さのあるね、崖なんで、落ちたらね、まず助かんないでしょうね。料理関係もあれでしょうね、この白浜恋物語が元になってるともね、言われてますね。そっからいろいろ始まったっていう、いい意味も悪い意味もこっから始まった物語ともね、結構言われてますね。ちょっとこれもね、見ていきましょうか。さらにこの奥にはもう防犯カメラが設置されてるそうで、こういうふうに、ね、看板もあるんですね。柵を越えていっちゃわないようにするための対策でしょうって。で、ちょっとこの左手側にあるこの口紅の火、これが有名なんですね。はい、友人が掘ったらしいんですね。
白浜の海は今日も荒れているというね文字をいわゆるこれ唇で、ね、刻んだそうなんですよね。はい、でその岩にこれは文字を彫ったそうなんですね。対側を見てもね、このものですね。ちなみに三段壁の横にこういう医院があるんですよね。ちょっと結びつきがあるかわかんないんですけど、もう4時半からねライトが点灯しております。供養塔、でこう見てるとね、いろんなその像がねこの寺院の周りにはたくさんね飾られてるんですよ。あ、猫ちゃんだ。こんにちは。あー、いいですね。なんかまるでこの象をこの子猫ちゃんが守ってるみたいで、あの島根県の有名なのお寺さんと一緒で、各なんか有名な神様がこうして集ってるみたいですよね。一乗寺、なんで今僕こっちの方に来てるのかと言いますと、なんか他の投稿者の方の動画ではこっちでもその幽霊情報が出てるそうなんですよね。このちょっと茂みを過ぎた奥あたりの方でも、これでちょっと明るいうちにちょっと見ておこうかなと思ってこうしてね、僕は歩いてっております。通報程度、真言宗。なんか、アシュラみたいですよね。各像、それぞれこう、なんか特徴があるんですよね。これはどこまで踏み入れて大丈夫かなのかな。多分これ今僕が言う場所は正規ルートで来てはいないですね。なんかこうして今来てるだけでちょっと思うのが本当に失礼しますっていう感じで、あの各神様にこう一礼を挙げて歩いていくっていうこの状況、なんか本当にあの世へ一歩ずつなんか行ってるようなね、そういう感覚にもねちょっと陥るじゃないけど、そうにね、思えてきました。この通りとここに並んでるあの仏様方々は何なんでしょうかね。
あくまで各その宗教の流派の神様、仏様がどういう像かをなんか教えてくれてる感じのためだけなのかちょっとわかんないですけど、ただこの三段壁の横にねこういう光景があるとはちょっと思わなかったんでちょっと驚いております。昼間も来てみたんですけど、ああでもこっちでも結構マジでこの溶岩岩がね見えるんで、ここも穴場のスポットですね。三段壁からちょっと離れただけなのにこれだけね、もう人も全然いないんですよまあこの辺その住宅街入っちゃうっていうのもあるんですけど、なんですよ。夜でもすごかったけど、今でもでもまあまあ高いですよ。結構高いっすね。三段壁とまでは言わなくても。ここでも、あれでしょうね。後ろこれ軽かったら行っちゃいそうですよね。ただこの橋いいっすね。はい。穴場のスポットですね。絶景が撮れる。いや、夜とは対照的な景色なんですね。こっちも。ってことでね、こっちの橋の方の映像もね、昼間もこういう感じでした。はい。夜と違ってね、本当に自然の空気が美味しくて、三段壁はね、すぐ横で溶岩岩をこう近くで見れるね、いいスポットだなっていう印象でしたね。不思議ですよね。なんかこう、そういうこう飛び降りをするあんま良くない噂が立つとこって、昼の顔夜の顔ってこんなにはっきりするのは何でしょうねいつも不思議に思うけど、ここはねその恋人の聖地としてのうわー軽かったい観光要素が非常に強いところなので、ここもねいい意味で皆さんにこうパワーをねお届けできるスポットとしてね見てくれればいいですよね。はい、ということでね、今日の動画はここまでにしようと思います。
また皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you。 イエイ。悪液退散病原ウイルスかかる前に手洗いうがい手洗いうがい予防しましょう。陰陽師レッツゴー。 Yeah Yeah Yeah